できないんです。はい。なので降りるところはお手伝いさせてもらっちゃいます。一人で降りることもできないんで。はい。ちょっと気をつけてよ、気をつけてよ。ここまで、ここまで、ここまで。よいしょ。はい、ありがとうございます。先ほどの高野凛でした。どうもありがとうございます。はい、じゃあ、しっかりみんなにご挨拶してもらおう。はい、というわけで皆様お楽しみいただけたでしょうか。ね。非常に短いお時間でございましたが、以上で僕らの月終了でございます。最後になりましたが、皆様へ一つだけお願いがございます。我々ですね、日々皆様の前で楽しくお仕事をさせていただいておりますが、それも全て皆様の温かいご声援、そしてご理解のあるご祝儀のおかげでございます。お願いとは他でもなく、こちらで用意させていただきました。ちょっと大きいザルではございますが、このザルを持ってですね、皆様の前をぐるっと一周させていただきます。ぜひ皆様、蓮くんの頑張りを